ナルト、俺様も戦いに参戦。オーライ。おっちゃんのサポートがあれば有利に戦える。まあ俺はこの戦いは絶対に負けられねえ。一人より二人でやった方が確実に決まってる。サンキュー B のおっちゃん、一緒に戦うってばよ。オッケー、戦闘開始。いいか、やるべきことはそう難しくはない。バカ野郎、この戦いはキュービのチャクラを奪うが目的。けど今のキュービは元気で難敵。まずは奴の体力を削るのが優先でないと、チャクラは奪えません。キュービの攻撃はかなり熾烈。それをかわして近づけ、しれっと。わかったってばよ。ハチビと組んだようだな。キュービの人中力となろうな。情けない、わしの力そう簡単にコントロールできると思うなよ。なると、わしの力をコントロールするのは途絶無理な話。わしからすると貴様は小さな存在。すげえな、キュウリ。押されんじゃねえ、バカ野郎、この野郎。貴様の仲間の騎士をもう一度呼び起こしてやる。必要な時に俺を呼べ。最高のジョーレイ。いつでも行けるぜ。俺様登場で敵に同情。序盤は終わりだ。
甘いな。お前はわしをコントロールすることなどできん。お前はわしの憎しみの小さな一部に過ぎん。俺はやっぱり あなたはここにいていいのよ。ナルト。なんだ。どうしてこんなとこに人が。それに、なんで俺の名前を知ってる。そっか。そうよね。じゃあ、私が誰か当ててみて、ナルト。まさか。もうわかった?お前、キュービの正体だな!なんという野蛮な笑い!女に化けて俺を騙すつもりだったな、キュービの!違ってまで!言ってあ、通発いきなりどついちゃった。ったく、何なんだってば。手ばね。生まれつきせっかちで早口だからつい変な口癖がついちゃって、出ないようにはしてたんだけど、興奮するとついね。あなたは大丈夫だった？私みたいに変な口癖が出てなきゃいいけど。じゃあみなと何も言わなかったのね。もうまったく。そう、私はあなたの。ずっと会いたかったってばよ、かっちゃん。てばよ、か。やっぱり私の子供ね。おのれ、わしをここまで縛りつける、この忌々しきチャクラ。うお、不死な。母ちゃん。ん？なんでもないってばよ。ナルト、お父さん、ミナトにはもう会った？父ちゃん？父ちゃんなら、前に出てきて、キュービの暴走を抑えてくれたってばよ。あん時も、すげえびっくりしたっけ。そう。そういや、母ちゃんはなんで？ミナトは、あなたがキュービの力をコントロールする時のために、私のチャクラを封印の式へ組み込ませていたの。ナルトの力になれるようにって。そうだったのか。何さっきから私の顔に何かついてる？で、そういうんじゃなくて、母ちゃんが美人な人でよかったなって。
あら、そりゃどうも。髪は父親にだけど、顔は私に似ちゃって。ごめんなさいね、ナルト。なんで？美人の母ちゃんになら、俺ってば美男子ってことだろ？それに、母ちゃんの髪だって綺麗な赤でストレートだし、そっちも似たかったってばよ。私の赤い髪を褒めてくれた男は、これで二人目ね。そうなの？じゃあ一人目は？もちろん、あなたのお父さんよ。はあ？そういうこと？何が？あのさ、これ絶対に母ちゃんに会ったら聞こうと思ってたんだけどさ、父ちゃんとの馴れ初めっていうやつは何だったの？なんか恥ずかしいってばね。あ、てばねって言った。興奮してる。こういう時は動揺って言うんだってばね。また言った。私と湊が初めて出会ったのは、まだ二人が幼かった時。私は田里から引っ越してきた身でね、アカデミーに転入してきたのよ。その時に私と湊は一緒のクラスになった。私から見た湊の第一印象は、女男みたいで頼りなさそうでね。里のみんなに認められる火影になりたいって夢を語ってたけど、私には冗談に聞こえたっけ。なんで？父ちゃんってばすっげえ強そうなのに。そうね、けど私はまだ若くて何も分かってなくて、湊を見くびってた。ある事件が起こるまではね。ある事件？私は自分の赤い髪が大嫌いだったけど、その事件以来私はこの髪が好きになったの。何があったんだってばよ。私には少し特別なチャクラがあってね、それを狙って雲隠れの里が私をさらったことがあったの。母ちゃんがさらわれた？突然のことで大した抵抗もできず、私は彼らに捕まり雲隠れへと連行された。その時連れ去られていく中で、私は敵の足取りを残すため、とっさにこの赤い髪を切って道に落としていったの。敵に気づかれないようにね。木の葉はすぐに捜索隊を組んでくれたけど、それでもなかなか見つけられなかった。私は国境の間際まで連れて行かれて、もうダメだと思った。でもその時、そこだ。そう、湊が唯一駆けつけて私を助けてくれたの。ただ一人私の赤い髪に気づいてくれた。綺麗な髪だからすぐに気づいたって言ってくれた。その時の湊はとても立派な忍者に見えた。夢を叶える人だと思わせてくれた。私を変えてくれる人だと思った。この大嫌いだったただの赤い髪は、私の中で運命の人を連れてきてくれた。運命の赤い糸になってくれた。それ以来自分の髪を好きになった。そして何より湊を大好きになった。私の髪を褒めてくれた男にだけ私から送る大切な言葉があるの。受け取ってくれる？え？ナルト、あなたを愛してる。愛してる。なんだろう、すっげえ安心する。それにすっげえ嬉しい。こいつ
触れる。今ならいける。この勝負俺が勝つ。戦闘開始。めい止める。今よ、やっちゃいなさい。貴様はわしには勝てぬ。ナルト、大丈夫？さすがに強いってばよ。くそ、いい気になるなよ、ナルト。私に任せるってばね。止める。今よ、やっちゃいなさい。ガキが行くぜ。わしを舐めるな。ナルト、ここだ。先方超オーダー、ラセンセルカレンガン。いつかはお前と。